皆さんこんにちは。1971年にデビューしトップ歌手となった小柳ルミ子さん。そんな小柳ルミ子さんには巨額の慰謝料を突きつけた離婚騒動がありました。また精神的に辛い時期があり自殺未遂をしたことも明かした小柳ルミ子さんは現在激痩せしていると話題になっていました。そこで今回は小柳ルミ子さんの離婚騒動の詳細や事実婚の噂、自殺未遂や激痩せの真相、宝塚いじめについてのコメントなどご紹介していきます。まずは小柳ルミ子さんのプロフィールからご紹介します。名前小柳ルミ子、本名小柳ルミ子、生年月日1952年7月2日、出身地福岡市早良区、血液型 A型。小柳ルミ子さんは中学校を卒業後に宝塚音楽学校に入学をし、2年間寮の門限ギリギリまでびっちりと芸に磨きをかけました。宝塚音楽学校の先輩にあたるあずさみちよさんの知り合いに友人がおり、もともと歌手になりたかった小柳ルミ子さんはその友人を通してあずさみちよさんの口利きで渡辺プロダクションに歌手になりたいと願い出たそうです。渡辺プロダクションからは宝塚を首席で卒業したら歌手にしてあげるとの回答が、それに応える形で見事1970年に宝塚音楽学校を首席で卒業した小柳ルミ子さんなのでした。そして初舞台は踏んだ方が良いとのアドバイスを受け、夏川ルミの名前で約2ヶ月間だけ宝塚歌劇団の舞台に立った後退団したのです。宝塚歌劇団を退団後、約束通り渡辺プロダクションに所属して歌手活動を始めることになるのですが、事務所のセールス戦略として歌手としてのデビューを前に顔を売るためにまずは NHK 連続テレビ小説で女優としてデビューを果たすこととなります。そしてその翌年には現在のワーナーミュージックジャパンの邦楽部門初の歌手としてを契約し、私の城下町で歌手デビューして、そのデビュー曲が160万枚の大ヒットとなったのでした。その楽曲は1971年のオリコンの年間シングル売上チャートでなんと第1位を記録し、また第13回日本レコード大賞最優秀新人賞も獲得するほどの順調な歌手デビューとなりました。その後もヒット曲を続けてリリースし、小柳ルミ子さんは1970年代前半を代表するアイドルとなりました。1970年代後半から1980年代前半にかけては、それまで確立していたアイドル路線から勝力を生かした正統派歌手へと軌道修正をして、さらなるヒット曲を出して奇跡を残しました。さらに小柳ルミ子さんは女優としても活躍をし、数々の賞を取るなど実力派女優としても注目を浴びたのです。他にも持ち前の明るい性格を生かしてバラエティ番組にも出演をして、多方面で実力を発揮しました。そんな小柳ルミ子さんはプライベートでは1989年に13歳年下の俳優である大角健也さんと結婚しました。大角健也さんは小柳ルミ子さんのバックダンサーとして働いていました。1988年のディナーショーのリハーサルで初めて小柳ルミ子さんは大角健也さんを認識したそうで、その際若くて可愛いと思ったんだとか。一般的には大角健也さんが告白したことになっていますが、実は小柳ルミ子さんが裏でスタッフに手を回し、大角健也さんと二人っきりになるシチュエーションを作っていたようです。意図的に操作して大角健也さんに告白させたということですね。そしてその年のクリスマスイブに交際がスタートし、 NHK 紅白歌合戦の舞台で大角健也さんがプロポーズ。翌1989年1月6日に結婚しましたから、付き合ってわずか10日しか経ってません。スピード婚の先駆けでした。しかし実際の結婚生活はやはり辛いものだったようで、お互いに心が通わない場面があり、大角健也さん曰く自分を見失っていたようです。そして2000年に11年間の結婚生活にピリオドを打ちました。小柳ルミ子さんと大角健也さんの直接の離婚理由は大角健也さんの浮気です。しかしそこには悲しい事実があることをご存知ですか？13歳の年の差も一つの要因でしょう。しかし1995年当時、
大隅健也さんは月々300から400万円稼いでたようですが、小柳ルミ子さんは私が休んだらあなたの稼ぎではやっていけないと話すなど、日常的にモラハラ的な態度だったといいます。そういう気持ち的な部分で子宝に恵まれなかったというのもあったようです。お二人は子供を欲していたことは事実ですが、大隅健也さんの精神的疲弊によって成就せず、外へ癒しを求めてしまったということです。離婚時に小柳ルミ子さんは慰謝料1億円か無名のバックダンサーに戻るかと究極の二択を迫り、大隅健也さんは慰謝料1億円を選択したと報じられました。しかし後日に小柳ルミ子さんは、あれは大隅が言い出したものと話し、大隅健也さんは沈黙を貫いているそうです。結局大隅健也さんは慰謝料1億円の支払いをしたそうで、大隅健也さんは全額支払いを終えたとテレビで報告していました。お二人は結婚11年で離婚。しかしこの時マスコミからはあることないことを言われ、小柳ルミ子さんは壮絶なバッシングを受けることになってしまいます。今だから話せることですけど、あの時期は本当に葛藤の日々でした。あまりにメディアに叩かれて、私はこんなに叩かれるために歌手になったんじゃない、今まで生きてきたんじゃないと毎日思っていました。正直言いますと自殺を考えたこともあったほど。でもその時も母が私を支えてくれたんです。と言っても慰めたり励ましたりしてくれたのではなくて、全く動じないという方法で、普通の母親だったら娘がそんな風に叩かれていたら反狂乱になりそうですよね。でも私の母は落ち着いていて、ただ一言、ルミ子信じとうよ、私の娘やけんこんなことで負けるはずがなかと言ったんです。それで私は目が覚めたんですよね。何のために今まで頑張ってきたのかと。壮絶なバッシング体験を経た離婚でしたが、自分の決断に後悔はないと小柳さんは言い切りました。またネットで誹謗中傷を受け自殺をしてしまった芸能人に対して、小柳ルミ子さんは、私も過去に2度自殺を図った、だが死にきれず未然に発見され未遂に終わってしまった、生き残ってしまった私が言うのも矛盾しているが、親より先に自らの手で命を絶ってはいけないと自らの経験を交えながら訴えていました。離婚騒動で様々なバッシングを受け自殺未遂をしていたことを明かした小柳ルミ子さん。そんな小柳ルミ子さんは離婚後再婚していません。しかし再婚が予定と報じられたことはありました。2007年7月に俳優の石橋正隆さんとの婚約が報じられたのです。石橋正隆さんは小柳ルミ子さんの27歳年下。石橋正隆さんは小柳ルミ子さんに婚約指輪をプレゼントし婚約したと報じられ、テレビのワイドショーでも取り上げられました。しかし小柳ルミ子さんは、私の再婚に関する記事は事実ではございませんと否定しています。ただ交際していたのは事実だったようで、後の取材で交際を認め、お二人は2006年4月に小柳ルミ子さんの主演舞台での共演をきっかけに交際がスタートしたそうです。報道があった時にはすでに同居生活を送っていたといいます。周囲には一生ついていきたいと小柳ルミ子さんへの一途な愛を語っていた石橋正隆さん。お二人は結婚の予定はなく事実婚という形を取るかと思われていましたが、お二人はどうやら破局してしまったようです。小柳ルミ子さんは石橋正隆さんについて、いつまでも甘えられて疲れちゃった、私からなんとなく連絡しなくなった、悪い女ですねとコメントしています。そんな小柳ルミ子さんは現在はひどく激痩せしているというので、その原因などを含めて情報を集めてみました。小柳ルミ子さんは身長157センチメートルで体重43キログラムだそうです。平均と比べてみてもかなり細いことがわかります。小柳ルミ子さんは長年をかけて太りにくい体質を作り上げたそうで、カロリーなどは気にすることなく食べたいものを食べたいだけ食べているのだそうです。加えて加圧トレーニングやストレッチなどの運動もしているそうで、それによりスタイルの維持をしているようです。それにしても最近の激痩せ具合には心配の声が多く、病気説が浮上したのです。
数年前には歯周病の影響で口腔手術を行ったそうですが、それから数年経った現在はさらに激痩せしていて、ユニクロのキッズサイズのパンツを履いた姿をアップしたりしているのです。さらに小柳ルミ子さんはインプラントの手術も行っていて、流動食を余儀なくされたりしたこともあったようです。それに加えて飼っていた愛犬が亡くなり、相当昇進していたとのことで、そういうことも重なっての激痩せだったのかもしれません。大病などの情報は確認できませんでしたが、愛犬が亡くなった時には体重が 38kg まで減ってしまったそうですので、ペットロスという精神的なものが大きいのかもしれないですね。そんな小柳ルミ子さんが現在騒がれている宝塚のいじめ問題にコメントを出しました。宝塚歌劇団に所属する25歳の女性が9月30日自宅マンション敷地で転落死したことを受けて、同歌劇団内のいじめ問題に注目が集まっています。歌劇団は今年2月に週刊文春で報じられた歌劇団内のいじめ疑惑を否定。しかし今回は調査チーム発足を発表し、説明責任を求められている状況です。歌劇団をめぐるいじめ問題を噂程度で聞いたことがある人は少なくないでしょう。2008年には音楽学校に入学した96期生が同期生による虚偽の報告で退学処分を受け、学校を相手に訴訟を起こし、裁判の結果被害者の退学処分は取り消されています。当時このいじめの一部始終を綴ったドキュメント宝塚いじめ裁判乙女の花園の今が出版されましたが、大きく報じられることはありませんでした。そして今ネット上で改めて注目されているのが歌手の小柳ルミ子さんの告白です。小柳ルミ子さんは宝塚音楽学校を首席で卒業していますが、わずか2ヶ月で宝塚歌劇団を退団。在籍は短期間でしたが、2007年に週刊誌のインタビューで宝塚時代のいじめ体験として衣装に袖を通す、ファスナーに指をやるとチクリと痛みが、釘が1本刺さっていて指に食い込んでいるんですなどと語っていました。それに対してネット上では、宝塚にいじめがあることくらいファン活動が濃かったり長いファンほどよく知っている、ファン同士やその上下関係間でもあるしね、往年の OG たちでさえ軽々に告白暴露できない、宝塚を信じる、いじめは一切ない、ここまでの信仰心もはや宗教なんよ、宝塚 OG のいじめ語りもスルー、96期のいじめ裁判もスルー、ジャニーズとは別の闇がある、宝塚卒業した OG が全く知らない、関係ないとはならないだろう、宝塚は好きだけど劇団はクソなのは周囲の事実、人事過去のいじめ OG の話なんか聞いても、いつになったら生徒ファーストな組織になるのかね、ファンが動くのが一番だと思うけどなどと言われていました。いかがでしたか。今回は小柳ルミ子さんの離婚騒動の詳細や事実婚の噂、自殺未遂や激痩せの真相、宝塚いじめ問題についてのコメントなどご紹介しました。宝塚いじめ問題で過去の告白をした小柳ルミ子さん、この告白で宝塚からいじめが一日でも早くなくなってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。